僕はですね、声楽をやる前に小さい時からピアノはやってたんですけども、まあその後、中学高校と、吹奏楽部でチューバをずっと吹いてましてですね。でまあ高校生の時にちょうど三大テノールですね、カレーラスやドミンゴやパバロッティ、これのルチアのパバロッティの演奏を、まあ、CD だったんですけど聴いて、でものすごく感銘を受けて、その時は学校音楽の先生になろうと思ってたんですけども、もうどうせやるならオペラ歌手になろうと思って、それで、やろうと思ったのがきっかけですね。まあ、やはりローマというとですね、やっぱりその町中が遺跡なわけですよ。なので例えばレッスンに行くときもですね、何気なくバスで行く、まあ、地下鉄乗ったりバスで行くんですけど、ふっと見るとこう遺跡があったりとか、そういう中でずっと暮らしてましたので、最初はものすごくうわーと思って感激してたんですけど、やっぱり半年ぐらいいるともう何とも思わなくなってきて、でところがやっぱりそのイタリアを去るっていう時に、やっぱりその最後このなんていうのかな、いつも見慣れている例えばバチカンのサンピエトロ寺院とか、夜ですね、なんか帰る前の日かな、バスで通った時になんかちょっとね涙が出てきたりとか、そんなことありますけどね。はい、一番驚いたのはとにかく時間がですね、やはりその日本はもう本当にもう分単位でキチ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 と進んでいくんですけど、イタリアはね、まあ、良くも悪くも非常にルーズで、なかなか始まらないんですよ。ですごく待たされて待たされて、でもう始まる時間なのに始まらなくて、でもう1時間2時間でやっと審査員の先生が来て始まってって感じで、なんで来なかったかっていうと、夕食を食べていたというですね、なんかすごい理由で、それでやっと始まったと思って、で結局ですね、その日は僕朝午前中から待って歌ったのがもう夜の10時とか11時とか12時近くですね、はい、でしたね。もうそんなのがザラでした。もちろんいい演奏をしたいっていうのはあるんです。でも、まあ、いつもと同じことをするっていうことですね。でやっぱりいつもより上手いことなんてまずできないので、うん、まあいつもの 7割ぐらいできれば合格点だろうという感じでリラックスをして、やっぱりリラックスするってすごく大事かなと思ってます。一番好きな役柄はやはりそのアイネム役のネモリーノっていう役で、これはドリゼッティの代表的なオペラなんですけども、その一人の女性を純情に愛するあまり、その騙されて薬を買ったりする、そういうする、でもいろいろこうことが回って最後は二人は結ばれるんですけど、本当にその、バカに見えるくらい純情なそういう男の役なんですけど、このネモリーノっていうのは多分僕が今まで一番やったオペラの役だと思うんですが、やっぱりすごく僕にとってはこう思い入れ深い役で、まあ、いつでもやりたいなっていう役ですね。はい、まあ、難しい役となると、どれもこれも難しいので、まあ、特にはないんですけども、でもやっぱりその昔、僕初めてオペラやったのの一つに、プッチニのラ・ボエムっていうのがあるんですけども、それ のロドルフという役は一番高いハイツェがね出てくるんです。幕があって20分後ぐらいですね。やっぱりものすごいドキドキしながらやったのを覚えてますね。そうですね、まあ、オペラの中でも今まであまり自分が、やらなかったもの、例えば、
ヴェルディのオペラとか、そういったものがなんかできればいいなと思ってますし、あと最近は歌曲の方も、レパートリーを広げてまして、まあ、特にその、ドイツ歌曲ですね、そういったものを今日も実はここでインタビューをしていただく前にドイツ歌曲のコンサートここでやったんですけど、またそういったものをちょっといろいろやっていきたいなと思ってます。私がやる場合は本当に、まあ、人はどうかわからないんですけど、ノートにですね思いついた曲をひたすら書いていくんですけど、まあ、それは一つの例えばコンサートの趣旨っていうか、こういったコンセプトでやるっていうのの中でひたすら思いつくままに書いていって、でそれで僕の場合はすごく曲の並びっていうんですかね、それが非常に大事だと思っているので、頭の中でいろいろこうシミュレーション、パズルのようにシミュレーションしていって、それで最終的に決めますね。はい、そうですね、やっぱりその僕がをそのこの、声楽家の道に引き込んだくれた、やはり、今も亡くなられてしまいましたけども、ルチアのパヴァロッティっていうのはやっぱり僕にとってはすごく特別な、尊敬する人ですし、まあ、あと、そうですね、たくさんいるんですけど、今までやっぱり僕のことを教えてくださったたくさんの先生方っていうのは、一人一人のやっぱりいろんないいエキスを僕はさせていただいて、今まだ発展途上ではございますけど、ここにあると思うので、やっぱりすごくすってる方々のことはありがたいなと思ってます。私のいつもイタリアの先生がね、僕が、まあ、イタリアにいたとちょっとスランプになった時もあったんですけど、まあ、その時にやはりその声っていうものはある日突然ね、花がボーンってぐるぐるんと咲くもんじゃないと、で種からゆっくり水をあげて、そしてお日様に当てて、また水をやって、でやっと種が芽生えて、それですくすく育って、ゆっくりゆっくり育っていくものだから、急いではいけないということは言われたのを本当に今思い出しました、パッと。でやっぱりその自分が今できることっていうことはやっぱり限りがあるから、それ以上のことをする今できることをしっかりやっていくっていうことですね。焦らないでやるってすごく大事かなと思いました。今例えば YouTube とかでこれを見たいとかいうのですぐパッと手に入るし、そういう情報っていうのはものすごく簡単に手に入るようになったんですけど、ちょっと勘違いしちゃいけないのは、情報がかすぐ入る、入って見る、見れたっていうことが、それが自分の力になる、力に、自分の実力がついたということじゃなくて、やっぱりいろいろなその経験を通して、やっぱり音楽っていうのは成長していくと思うので、薄っぺらな表面的なことをだけを音楽で表現するんじゃなくて、いろんなその、さっきちょっとゆっくりやっていくっていうのがあるんですけど、言ったんですけど、そういったことに頼りすぎないで、いろんなことを経験してほしい。そのためにもちろんちゃんと生の演奏会に行ったり、それから音楽だけじゃなくて美術とか映画なんでもいいんですけど、やっぱりそういった自分のいろんな面を刺激することをたくさん経験してほしいなと思いますね。本当にいつもありがとうございます。毎回毎回皆さん の拍手が私 の、身となり体となり本当に皆様には感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そうですね、やっぱりその歌の場合はですね、その体が資本なんで、やっぱり健康のことはすごく気をつけています。特にその、そうですね、食べるものとかもそうですけど、
寝る時間とかですね、やっぱ睡眠が足りないとすぐ声に出てしまうので、しっかりこう寝る時間は取るっていうかですね、いつも疲れをためないってことですかね、はい。まあ、あと体をやっぱり鍛えるっていうのもすごい大事なんで、まあその、まあ、アスリートではないんですけど、やっぱりその 筋力、筋トレですねをやったりとか、やっぱそういったことは、まあ、習慣的にやってますね。うわ、難しい質問ですね。歌うことはやっぱりその、なんだろうな、楽しみでもあり苦しみでもありですね。これはまあやっぱり、もう人生ですね、結局ね、はい。うちはですね、意外とあまりなくてですね、まあどっちか、まあ空いてれば、勝手に練習したりとかしているので、そんなにルールってないんですけども、まあそうですね、まああえて言うならあまり干渉しすぎないのかなというのはあるんですけど、では特に大きなルールはないですね。これもですね、もうオンオフはですね合ってないようなもので、もう例えば、20分前まで2人でザルそばを食べてたと思ったら2人で練習始めたりとかで、終わったと思ったらいつの間にかお茶を飲んでテレビ見たりとか、だからまあ何でしょう、まあたまたま2人が同じ家に住んでいるともあるんですけど、まあそのオンオフっていうのはそれほど、生活の一つの流れの中でっていう感じでしょうかね、はい。やっぱりイタリア料理全般ですね、はい、特にパスタは本当に大好きで、パスタ何でも作りますね。パスタ料理は最近はですね、ちょっとラザニア の、 シートを間違っていっぱい買ってしまいまして、それで友達を呼んで、もうラザ来たらもういつもラザニアみたいな感じで、はい、やってます、はい。休日は、そうですね、休日は本当にもうゆっくりしたいっていうのはあって、まあ大体そうですね、午前中はグダグダしてるんですけど、まああとは午後は、ちょっとまあ元気だったらジムに行って汗流したりとか、まああとはやっぱり料理ですかね。料理をして自分の好きなものを作って食べたりとか飲んだりとかですね、そういうのは好きですね、はい。お酒もはい人並み、人並みかなワインも好きですか？はい、ワインですね。ワインも好きです。何でもまあ好きですけど、まあ、一番好きなワインですね。私服の時はそうですね、まあなんか何にもなくて、まあ、昼間からこうね、飲んだりとかっていうのは私服ですね。あんまないですけどね、そういう日は、はい。よく生まれ変わったらまたこの人生を歩みたいっていう人はいるんですけど、僕もまあ多少そういう思いはあるんですが、おそらく音楽の方に、音楽家ではあるんだろうと思うんですけど、僕は歌い手になりたいかっていうと、と思うのがあって、僕は指揮者とかなってみたいなと思います、生まれ変わったら、はい、はい。まあね、なかなか、なんでかというと、歌をやるにはもうこんだけの大変なことがあるっていうのを知ってしまってるんで、もう一回これ最初からやる、一からやるのかと思ったら、どうせ苦労するのは違う分野のものをやりたいなというのは思います、はい。歌曲の方とか、また新しい分野が広がってきたので、そういったものをまたこれからいろいろ広げていって、それでまあいろんなそのコンサートでまた自分の可能性を見つけられればなというふうな感じには思ってますね、はい。コンサートホールでも大きなところのどこそこでやりたいってありますか？そうですね、カネギホールでやってみたいですね、一回ね、はい、はい。ありがとうございます。
私のその名前が皇位っていうんですけど、これは公を威嚇するじゃなくて公の威力になるっていう、そういう意味の威という名前なんですね。なんで、まあうちの親父はどういう経緯があってその名前をつけたのかわからないんですが、まあでも、まあ、みんなの力になってほしいという気持ちは多分そこに含まれてるんだろうなと思うので、まあなんかこの音楽を通してやっぱりそういういろんな人の、どっかにね、心の中に何か、ポッと明かりがつくような、なんかそういう、まあ助けっていうほどの大げさなことじゃないですけど、なんかそういう気持ちに、まあ、一人でも二人でもなってもらえればいいかなとは思ってます、はい、はい、まず、まあ、近々ですと、年内はあとは12月の24日ですけども、2時から、東京文化会館の大ホールで、大工ベートーベンの大工のテノールソリストで出演いたします。それから、年明けの1月13日土曜日の2時からですね、こちらの、六本木シンフォニーサロンで、私が、まあ、定期的にですねやっております、サロンコンサートシリーズのファミリアですね、29回目になりますけれども、ニューイヤーコンサート2018ということで、ですね、計画しておりますので、もしよろしければぜひですねお越しいただきたいと思います。あと、私の、ブログやそれからフェイスブックなどですね、宣伝もしておりますので、もしよかったらそちらの方も、ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。六本木シンフォニーサロンさんですね、もうこの何年間か定期的に使わせていただいておりまして、私のそのサロンコンサートのですね時にはいつもここでお世話になっておりますけれども、なんといってもその私はファミリアというですねサロンコンサートっていうのは、ファミリアというのはイタリア語で家族という意味で、まあ、お客さんと、私が一つの家族のような、そんなアットホームな、コンサートをしたいなと思っておりまして、であまり大きすぎてもダメだしと思って会場を本当にいろいろ探していたんですけど、本当にちょうど僕にとっては一番ベストな、会場を見つけられたと思っております。で、ここで、働いておりますスタッフの皆さんも本当にすごく皆さん、親切にしていただいて、僕のわがままもいろいろ聞いていただいたり、本当に、うん、皆さんにはいつもよくしていただいているので、これからもですね、いつも通りにまた使わせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。